じゃメロママに効く石鹸が出たよアメリカの14歳少年が開発した皮膚がんチルの石鹸が話題にマジでなんで14歳で世界一長いペニスあそれは関係ねえかびっくりしでこのさあのー、少年の隣にこれやめて写真世界一長いペニスを持つ男ってやるのめちゃめちゃ錯覚するわそれ メキシコ政府からは身体障害者の認定を。マジでメキ、メキシコなのどういう経過で作ったんだろう、うこの人。メラノーマのメカニズムを研究。免疫細胞の一部である樹状細胞を活性化することが最も重要と確信し、研究を重ねてこのけ石鹸を開発したのが。なんで、俺14歳の頃って、マス返してたぜ。あの <laughs>、 なんマジですげえ <laughs>。14歳の時ってさ、何やってたんだよ。すごすぎる、マジで。また、このさ、かっこいいよ。背筋シャンと伸ばしてさ、胸張って。しかも、価格はわずか10ドル。だって、マックだよ、向こうの。アメリカのマックじゃん。ここに現在、 原材料書いてあるんじゃん。じゃ、これでじゃあ、このホクロ放置しててもいいな。まあ、あの、もう水まんじゅうみたいになってるから、今。前も言ったけど、こういう風になってて、こうなってんだよ。ホクロのさ、周りに、白いさ、なんかこう膜みたいなのが貼ってんだよ。これなんか、ハエ、ハエ飛んでないな,なんだこれな。なんか飛んでるんだけど、これ。 な,なんだこれやめよう。コントローラーか関係ないはずだ。びっくりした、マジで。びっくりした。ちゃんとこれ、筒に入ってるからいいな。いや、これ、筒に入ってるから、これ。筒に入ってるから、だってこれ。筒に入ってるから、これ。 いや、筒に入ってるからいいだろうか、これ。筒に入ってるわ、これ。筒に入ってっからいいだろうか日韓現代だぞ、お前、これ。筒に入ってんだろ、これ。すっごいね、下世話ななんですけど。何がしたいっていうと、キスしたいっすね、今ね。ほんと。キス、<笑>今 <laughs>、今 <laughs>、ちゃんと、あれだったな。今、 女の人が今、俺にお世話してくれてたわ、今。今、すごいわ。ホスピタリティだ。